こんにちは。こんにちは。設計の木村です。本日は岐阜市にある北欧インテリアが似合う和の平屋をご紹介します。ご先祖様が和の雰囲気が好きなんだけれど北欧のインテリアも取り入れたいというご要望をいただいていたので、どちらも融合させられるようにちょっと意識して設計させていただいておりますので、楽しみにご覧いただければと思います。今流行りのジャパンディーですね。そうです。今回はお引き渡しする前のお家をご紹介させていただきます。それでは早速外観の方からご案内したいと思います。こちら敷地は100坪のお土地の中に35坪の平屋が建っております。すごく土地が広いんですね。はい。家族構成としてはご夫婦とお子様一人の3人家族で住むお家となっております。で、外観なんですけれども、外壁に塗り壁を使用しております。グレージュ、割とベージュだけどグレーみたいなこう微妙なニュアンスの外観を使わせていただいているので、すごく柔らかい雰囲気に仕上がっているかなと思います。すごく素敵ですね。はい。屋根見ていただくと2つのこう寄せ棟が連なったような平屋になっておりまして、ちょっとした中庭があります。ここに中庭があるんですね。そうです。で、こちら目隠しのフェンスを木のフェンスでしているんですけれども、この高さがだいたい1メーター80センチほど取っているので、道路からの視線も遮れるように、プライバシーを守った空間になるように配慮しております。すごくいいですね。はい。こちらは駐車場になるんでしょうか。はい、はい、こちらは並列で3台停めていただける駐車のスペースになっております。すごく広いですね。はい。こちらがリビオブロックっていうちょっと細長いブロックを用いて、あと芝とでこうデザインさせていただいておりまして、この和の外観に似合う駐車のスペースを演出しております。コンクリートの打ちっぱなしではないんですね。はい。基本的に駐車場のスペースというと土間の打ちっぱなしにすること多いんですけれども、どうしてもこう武骨になってしまうので、今回は外観に合わせてこのようなデザインにしております。すごく外観と合ってますね。はい、ありがとうございます。こちら進んでいきますと、こちらが玄関先になっているんですけれども、こう軒を深く出しております。なのでこうかっこいい雰囲気を演出しております。すごくかっこいいですね。はい。で、こちらが坪庭になっております。ここにちょっと植栽を植えて演出しております。おしゃれですね。はい。で、こちらの奥にちょっとしたスペースがあるので、倉庫であったりだとかタイヤなんかを置いていただくようなスペースが続いていきます。物もたくさん置けるんですね。はい。こちらポーチの方行きたいと思います。こちらの軒天も本物の杉の木を使用しております。こう入っていく方向に木を張っているので、こう軒の広がりっていうのも演出しています。すごく広く見えますね。はい。あとは本物の木使っているのですごく木のいい匂いがします。いいですね。はい。で、こちらさらに奥に進んでいきますと、先ほど外でご紹介した中庭に続いていきます。ここから入れるんですね。そうなんです。塀の一部を扉にしているので、ポーチからすぐに中庭の方にも行けてしまいます。中庭もすごく素敵ですね。はい。こちらも結構広いスペース確保しているので、ここでお子様がこう駆け回ったりとか結構ゆったりと過ごしていただける中庭になっています。すごく広いですね。はい。こちらには土間のデッキがあります。はい。
こちらで、まあ、バーベキューしたりとか、あと机とか椅子とか出していただくと、ここでちょっとくつろげるような空間としても使っていただけます。すごく使い勝手がいいですね。はい、こちらの木なんですけれども、ここの外壁面からこう軒先までで1メートル80センチほど出しております。はい、なのであんまり軒って出しすぎてしまうと、の冬の光が入りづらくなってしまったりするので、今回あえてここで2段階にこう上げて設計させていただいているので、まあ、これだけ深く軒を出しても冬の光は遮らないように寸法を意識して設計させていただきました。そういうことなんですね。はい、でこちらがまた中からご紹介させていただくんですけれども、ヌックのスペースになっています。すごく可愛いですね。はい、外から見るとこう浮いているようなデザインにしていまして、出窓みたいにデザインをしています。可愛いですよね。ここの木の枠も相まって、はいはい、後から楽しみにしてます。はい、ぜひ楽しみにしていてください。じゃあこちら行きます。この扉って本物の木なんでしょうか？はい、こちら表面は突き板を使用しております。なんですけど、実はここ造作の扉ではなくて既製品の扉なんです。既製品なんですね。はい、なので既製品の性能を保ちつつ、こう風合いをこの木目で演出しているので、より雰囲気の出た玄関になっているかなと思います。すごく素敵ですね。はい、それでは早速中に入っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、こちら、こちら入っていきますと3畳の玄関が広がっております。すごく広いですね。はい、こう縦に長い玄関になっているので、より広く感じられるっていうのもあると思いますし、あとこう入った先に先ほど外で見ていただいた坪庭が抜けているので、より広く感じられると思います。すごく外の景色も素敵ですね。はい、こちら夜は植栽がライトアップされるように計画されているので、また夜の雰囲気も違ってかっこいいと思います。夜も見てみたいですね。はい、でこちら玄関のタイルも縦長にこう張っているので、よりこう奥行き感っていうのも演出しています。でこちらのスペースがシューズクローク、まあ、土間収納になっております。メインの靴なんかは先ほどちらっと映っていた下足福箱に入れるんですけれども、こちらはなのでベビーカーとか、あとはアウトドア用品なんかを入れていただくスペースとなっております。なのでここは一坪何位くらいのスペースになっております。それでもたくさん物が入りそうですね。そうですね、こちら2面に可動棚を設置しているので、入れたいものに高さを合わせて使うことなんかもできます。便利ですね。はい、こちら玄関上がっていきたいと思います。こちらが下駄箱になっています。こちらだいたい3メーターほど長さがありまして、端から端でだいたい30足ぐらい靴が入ってしまいます。そんなに入るんですね。はい、こちら棚がこんな感じで開くので、あ、ここも高さが調整できるようになっております。おしゃれなのにたくさん物が入って便利ですね。はい、でこちら高さが床からだいたい70センチほどの高さになっているので、あまり高すぎると空間に圧迫感を加えてしまうので、少し低めに設定させていただいております。そういうことなんですね。はい、こちらの靴箱から続いている壁のところはポーターズペイントというものを使用しております。なのでこういう照明の光なんかもすごく柔らかく広がるので、綺麗な空間になっております。すごくおしゃれです。はい、こちらの壁は R の壁に仕上げております。通常の壁をこう垂直に交わる壁が多いんですけれども、そうしてしまうとどうしてもこう空間が硬くなってしまうので、柔らかい雰囲気に仕上げるために R の壁にしております。そうなんですね、はい、アクセントになっていていいですね。はい、可愛らしいですよね。可愛いですね。はい、こちら進んでいきますと、こちらが
リビングにつながっていく造作の扉になっております。造作なんですね。はい、こちらも一からここの寸法をデザインさせていただいていまして、一番綺麗に見える寸法で仕上げております。すごく綺麗な扉ですね。はい、こちらもよいしょ、すごくすっきり見えます。すごくすっきりしてます。はい、でこちら行きますと、こんな形で先ほどの塗り壁がこうキッチンの方につながっていくようになっております。なのでホールとこう LDK とのつながりっていうのも演出しています。すごく綺麗ですね。こちら進んでいきますと、こちらが LDK になっております。素敵な LDK ですね。ありがとうございます。こちらの LDK で25畳の広さがあります。すごく広いですよね。はい、こちらのホールまでの空間は2メーター20センチの天井で、ちょっと通常より20センチほど下げて設計させていただいているんですけれども、こちらの LDK はここの屋根の形状に合わせて天井を上げているので、より広く感じられるかなと思います。あえて天井を下げてるんですね。そうなんです。こちら進んでいきますと、こちらがキッチンのスペースになっております。キッチンも素敵ですね。ありがとうございます。こちらはキッチン会社さんとちょっとオリジナルで作らせていただいておりまして、こちらのリビングダイニングから見える側は本物のチークのスキー板を貼っております。これ本物の木なんですね。そうなんです。キッチン本体はシステムキッチンなので、キッチンの使いやすさとデザインを両立させたようなキッチンになっております。すごく使いやすそうですね。はい、でこちらがカップボードになっております。こちらのカップボードの高さは床から85センチの高さになっております。キッチンの高さと揃えているので、まあ、使いやすいかなと思います。でこちらのカウンターもここの見つけを1センチにしているので、よりこう綺麗に見えているんじゃないかなと思います。すごく綺麗です。ありがとうございます。合わせて上の飾り棚もこの棚の厚さは20ミリ確保しています。2センチですね。あまり細くしてしまうとちょっと耐久性にちょっと不安があったので太くしているんですけれども、この先の部分だけちょっとこう斜めに加工をかけているので、正面から見るとここの薄さも1センチ遠見るに見えるように設計をしております。そこまでこだわられてるんですね。はい、こちらサイドには天井までの収納があります。こちらも開けると床から天井まで可動棚があるので、書類関係とか文具関係って結構ごちゃごちゃとしてしまうので、この扉がある収納にしまっていただけるとすっきりとした空間になるかなと思います。たくさん入るのにすっきり見えるのいいですね。はい、こちらの扉もクロスの色に合わせて白にしているので、こう空間を損ねることなくすっきりと見えるかなと思います。こちらのロールスクリーンを上げていただくと、こちらがパントリーになっております。はい、こちらの左手側には冷蔵庫が隠れておりまして、ここに冷蔵庫があったんですね。そうなんです。外に出ていると生活感が出てしまったりするので、あえて奥の方に収納させていただいてます。でこちら反対側も可動棚になっておりまして、食品のストックであったりだとか、こんな形で電子レンジなんかも家電とかも収納していただけるので、カップボードの上が綺麗に見えるように設計をしております。ここにも物がたくさん入るんですね。そうなんです。こちら進んでいくと、ダイニングの空間もここにダイニングテーブル置くぞって決めて、こう天井から直でペンダントライトを落としてきています。そんなこともできるんですね。そうなんです。すごく綺麗に見えますよね。はい、すごく綺麗です。こちらに来ますと土間のスペースになっております。こうさっき外側から見ていただいた土間のデッキとつながっている土間になっておりまして、こう窓をこんな感じで開けていただくと、こちらの土間と一体的に使っていただけるので、すごく広く使っていただけるかなと思います。
すごく使いやすそうですね。はい、今日みたいに天気がいい日なんかはこうやって開けっぱなしにしておくとすごく気持ちがいいかなと思います。すごく気持ちのいい風入ってきますね。はい、こちら土間のスペースにおしゃれなチェアとテーブルを置いているんですけれども、はい、ここにこんな形で腰掛けてコーヒーなんか飲んでいただくとすごく優雅な時間を過ごせるなと思います。すごくいいですねちょっと立ちたくなくなっちゃいましたけどそうですよねこちら進んでいきますと畳コーナーになっております。土間から上がる畳なんですね。そうなんです。ちょっと昔ながらといいますか、ちょっと遊び心を演出したような空間になっているんですけれども、こちら畳のスペースもこうリビングのところまで伸ばしてきているので、リビングからももちろん上がることができます。そこから上がることもできるんですね。はい、でこちら土間から少し浮かせているので、ちょっとデザイン性を持たせているっていうのと、この形で土間から上がっていただいたときに、こうスリッパをこの形で下に入れていただけるような空間にもなっております。すっきり見えますよね。はい、こちらの畳のコーナーとしては 2.5 畳ほどのスペースになっておりまして、お子様が遊んだりだとか、あとはちょっとお昼寝したりなんだかするスペースとして使っていただけます。でこちらがさっき中庭の方から見ていただいたヌックのスペースになっておりまして、はい、こんな形で腰掛けていただくこともできますし、この形でヌックの中に入って本を読んだりしてくつろげる空間としても使っていただけます。すごく落ち着く空間ですね。はい、とても落ち着きます。この窓から中庭の植栽も眺めていただけるので、すごく心安らぐ空間になっています。景色もすごくいいですね。はい、そうなんです。こちらの空間なんですけど、実はあちらにエアコンが隠してあります。あんなところにエアコンがあったんですねそうなんです。エアコンって結構奥行きがあったりとか生活感が出てしまうので、壁から出てるとせっかくのかっこいい空間が台無しになってしまうので、今回はあえて天井のところに隠させていただいております。これは言われないと気づかないですね。そうですよねこちらの見えている梁もう一応構造的に必要な針ではあったんですけれども、どこにかけても構造的には持つというお話だったので、こう下から見た時に綺麗に見えるような位置で組ませていただいております。美しいですね。はい、ありがとうございます。でこの屋根の勾配もこうなんていうか、この壁からより続いているように見えているので、こう空間がつながってさらに奥行き感のある空間となるように演出をしております。そういうことなんですね。はい、でこちらさっきからちらっと映ってるかもしれないんですけれども、はい、障子になっております。これやっぱり障子なんですね。はい、障子ってちょっと気を使うかなと思うんですけど、そうですよね。実はこれ和紙ではなくてワーロンになっています。そうなんですね。はい、なのでこうフスってやっても穴が開かないので、安心して使っていただけるかなと思います。破れないんですね。そうなんです。でもこう遠目から見ると全然和紙と遜色ないので、見た目的にはとても美しいと思います。はい、こちらの障子開けますと各居室につながっていく廊下になっております。でこちらの扉を開けますと、こちらが主寝室になっております。広さとしては6畳のスペースになっているので、もうベッドを置いていただいてもう十分なスペースの空間かなというような広さになっております。すごく落ち着いた空間ですね。はい、じゃあベッドをこうこっちを頭にして置く想定をしているので、足元にダウンライト2灯と、あと頭の方にこう下からこう出る間接照明で仕上げています。もう寝転がるとどうしても天井にあると眩しいので、眩しくないようにそういった照明の計画をさせていただいております。照明にもこだわられてるんですね。そうなんです。さあここに調光の機能があるので、こんな形で照明の光を落とすことなんかもできちゃいます。すごくいいですねちょっとホテルのような雰囲気ですよね。はい、こちら進んでいきますと、こちらがウォークインクローゼットになっております。入り口をちょっとこうアーチ状にしているので可愛らしさも演出しています。すごく可愛いですね。はい、こちらのウォークインの広さは 3.5 畳になっております。
空間としてはここの上の枕棚とあとはポールっていう組み合わせシンプルになっているんですけれども、下の空間は空くので、そこに無印のクリアケースなんかを置いていただくと空間を有効的に使っていただけるかなと思います。でこちら反対側の一部分は可動棚になっているので、カバンとか帽子、あとアクセサリー関係なんかを置いていただくようなスペースになっています。こちらに行きますと、ここが室内窓になっています。はい、これアイアンに見えると思うんですけど、実は木で作っています。木なんですか？はい、アイアンで作るとどうしても費用的に結構上がってしまうので、こう木で細くアイアンに見えるように見せたデザインにしています。すごく木じゃないように見えますね全然わかんないですよね。はい、全然わかんないですこちらの扉を開けますと、こちらがご家族のコレクションを置いていただくお部屋になっております。ここは広さとしては 4.5 畳の広さになっておりまして、この壁3面に可動棚がありますので、コレクションをたくさん置いていただくことができます。たくさん置けますね。はい、でもどうしてもお部屋の角ってこう棚が重なってしまうので、ここはあえて重ならないようにこう壁を L 字で出して、コレクションが綺麗に見えるように設計をしております。そういうことなんですね。はい、であちらのショーケースも創作で作らせておりまして、入れたいものに合わせて寸法を決めているので、多分きっとここに綺麗にレイアウトされるんだろうなと思って楽しみですそうですね。はい、じゃあここ居室なので窓をつけたいんですけれども、窓をこう壁につけてしまうと、せっかく大事なコレクションが火で焼けてしまう可能性があるので、はい、今回はここの上にトップライトを設けていて、こちらあの開閉式になっているので、ここから光と風を入れるという計画をしております。そんなことができるんですね。そうです、こちらのトップライトのすぐ近くにこの室内の扉を設けているので、この光がこの窓を伝って廊下の方に入るような配慮もさせていただいております。廊下も明るくなるってことですね。そうなんです。結構廊下ってあの狭くて暗い空間になりがちなので、こういった計画させていただいているのと、さっきの障子もここが壁じゃないだけで結構こうリビングの光が入ってきて明るい空間になっているかなと思います。すごく廊下が明るいですね。はい、でこちらの扉開けますと、こちらが書斎になっております。こちら広さとしては3畳の広さになっておりまして、こちらの机も造作で作り付けさせていただいておりまして、まあ、入れたいものであったりだとか、椅子、座りたい椅子の寸法なんかによっても高さが変わるので、まあ、1ミリ単位でこだわって設計をしております。造作だからできることですよね。そうですね。でこちらのテーブルの高さは今回は72センチで設計させていただいております。なので座った時にすごくちょうどいい高さかなと思います。はい、こちら反対側を見ていただくと、こちらがロフトの空間になっております。季節物とか、あ、普段あんまり使わないけど捨てられないものなんかを置いていただけるようなスペースになっております。でこちらの天井が先ほどのリビングとつながっているので、エアコンの空調もこっちに入ってくるので涼しくて快適な空間になっております。でこちら進んでいきますと、これ突き当たりが廊下から使える収納になっています。でこちらはお掃除関係とか入れていただく収納になっています。今ちょっと備品が入れてあります。こちらの扉開けますと、こちらが子供部屋になっております。広さとしては 4.5 畳の広さになっていて、にプラスして収納が1畳分あるような空間の構成になっています。最近は LDK に広さを大きくとって子供部屋は小さくするっていうのが多いかもしれないです。そうなんですね。はい、それでは水回りの方をご案内したいと思います。お願いします。はい、お願いします。こちらが洗面所になっております。
洗面所もすごく素敵ですね。ありがとうございます。こちらの洗面台の幅も約1m70cmほど取っておりますので、大人2人並んでもゆったりと使っていただけるようなスペースになっております。すごく広いですね。はい。でこちらのカウンターの高さが床から80センチになっております。なのでキッチンよりも少し低い高さにすることで、まあ、こう手が洗いやすかったりだとか、こう顔が洗いやすいような高さになっております。使いやすい高さですね。はい。こちらのカウンターの素材が愛華工業さんのコーリアンというものを使用しております。通常よく使うのはメラミンという素材なんですけれども、メラミンよりももうちょっと高級感を出したいっていうご要望をいただいてたので、今回はコーリアンという素材を使っております。すごく綺麗ですね。はい。でこちら水栓も今回壁出しの水栓になっておりますので、こう何でしょう、空間がすごくすっきりと見えるように設計をしております。すごくすっきり見えますね。はい。でこちらの奥の壁は通常タイルを使わせていただくことが多いんですけれども、タイルって結構こう目地、タイルとタイルの間の目地が見えてしまうことが多いので、今回はソリドという素材を使ってここ一面を一枚でバンと貼っているので、結構こう目地がなくてよりすっきりとした印象に仕上がっております。はい、すごく綺麗です。鏡も一枚で大きく作っているので、それもよりよく見える秘訣なんじゃないかなと思います。鏡もすごく大きいですね。はい。こちらに進んでいきますとトイレになっております。広さとしては 1.2 畳ほどのスペースになっておりまして、こちら便器とあと横にカウンターを設置しております。このカウンターの高さは70センチの高さにしておりまして、こういうオンボール型の洗面器を置いていただいても、こう手が洗いやすいような高さになるように設計をしております。でこちら下開けていただくとこんな形で両開きの収納になっているので、トイレットペーパーとかあとはお掃除用品なんかもしまっていただけるようになっております。でこちらのカウンターもこの下と合わせて見つけを薄くしているので、よりすっきりとしたデザインになっております。すごくすっきり見えますね。はい。でこちらカウンターにペーパーホルダーも埋め込ませていただいているので、こうボコッと出ずにすっきりして見えます。はい。でこちらカウンターにつながってこうはめ殺しの窓になっております。そこも寸法を合わせているので、すごく綺麗な空間に見えているかなと思います。はい、すごく綺麗ですね。ありがとうございます。こちらのトイレ入ってすぐ見える壁、ブルーの壁もポーターズペイントで塗っております。空間のアクセントになっていてすごく可愛いですよね。可愛いですね。でこちら進んでいきますと脱衣所兼ランドリーのスペースになっております。広さとしては 3.5 畳ほどのスペースになっておりまして、結構ゆったりと取っております。すごく広いですね。はい。こちらにあるのがカンタ君です。これがカンタ君ですね。はい。最近ご要望される方もやっぱり多くて、あると便利ですね。便利ですよね。はい。例えばここで、まあ、こう乾燥機回してしまうよっていう時に、実はここに造作で引き出し式のカウンターを作っているので、ここで、ま、出してここで畳んで、でこちらにこうタオルとかパジャマ下着なんか置いていただくれる収納があるので、ここにすぐしまうっていうの動線ができています。ここで洗濯が完結するんですね。はい。なのでとても家事楽だと思います。家事楽ですね。でこの扉を開けると下にこのように洗濯かごを入れるスペースになっているので、先ほどの主寝室につながったウォークインクローゼットなんかに持って行っていただくときはこちらのかごに入れて持っていくことができます。便利ですね。で先ほどのここの棚の横にコンセントが
あるので、はい、ここでアイロン掛けをしてしまうなんてこともできちゃいます。そうなんですね、はい、でこちら上は、扉開けるとこんな形で可動棚になっているので洗剤のストックとか大量にしまっていただくことができます。こちらも同じように可動棚になっているんですけれども、下の方は可動棚にパイプをつけているので、こうやってハンガーを置いておくスペースとも使えますし、洗濯を仮掛けするようなスペースとしても使っていただけます。すごく便利ですね、はい、パイプもちょっと見えると格好悪いので、こんな形で扉で見えないように隠すようなちょっと配慮もしております。そこまでこだわってるんですね。そうなんです。でこちら奥に行きますと、じゃあユニットバスですね。今回タカラスタンダードさんのユニットバスを使用しておりまして、大きさとしては一坪サイズなので一般的な標準のお風呂になっております。北欧インテリアが似合う和の平屋、いかがでしたでしょうか。和の雰囲気と北欧インテリアが融合された素敵な空間になっていたかなと思います。これからもいろんなお家のルームツアーをご紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。またグランハウスでは無料相談会を開催しております。ご興味お持ちいただけた方は概要欄の方からご予約の方をお待ちしております。本日はありがとうございました。